私は35歳のミカ。これまでは母と二人暮らしだったものの、妹が10歳の娘パニコを連れて出戻りしたため4人暮らしになりました。シングルマザーで私たちを育ててくれた母は、昔から甘え上手で容量がいい妹のモモのことがお気に入りだったのですが、妹が自分と同じシングルマザーになったことでさらに情が深くなり、以前よりも激甘に。離婚で傷ついているからと仕事もさせず、そばにいるために母も勤めていたパートを辞めてしまったのです。私は人と接するのが苦手で自宅で仕事をしています。収入は多くはありませんが、これまで毎月7万円の生活費を入れていました。しかし働き口は私だけになったので、もちろん私の収入だけで4人の生活はできず、2ヶ月ほどでわずかな貯蓄も底をつきました。私はさすがに2人に働いてほしいとお願いしました。まだ離婚して3ヶ月しか経ってないのに、こんな精神状態で働けっていうの？それでも姉？なんて薄情なの？あんたは結婚どころか恋愛もしたことがないからわからないだろうけど、離婚っていうのは神経すり減る思いなのよ。そうかもしれないけど。わかるわけないよ。だって結婚も出産も経験したことないんだから。こんなボロボロの状態で仕事しろなんてひどすぎるよ。それじゃあお母さんだけでも。ああ、ママが働いたら誰がももちゃんを癒すの？ご飯作る気力もないもんね。家事は私がしてるじゃない。ちょっとご飯作ったり食器洗ったり洗濯したり掃除したりしたくらいで偉そうにするんじゃないの？それって家事全部じゃん。買い物は行ってあげてるよ。私のお金ででしょ？偉そうにするんじゃない。家でゴロゴロしてないで外に働きに出なさい。お金が足りないなら作ってくるのが常識でしょ。説得するつもりが二人とは全く話にならず、なぜか私が働きに出ることに。とても不安でしたが、生活のためには私が働くしかありませんでした。時給や人と接する機会も少ないことを見越して夜の警備員を始めることにしました。昼間は在宅の仕事、その合間に家事をこなしていたため体は徐々に悲鳴を上げていきました。妹と母は相変わらず毎日家にいる生活を続けていました。唯一の救いは、メイが妹に似ておらずおとなしい女の子だということ。メイのパニコは毎日一人で起床し登校、帰宅すると部屋に閉じこもってスマホを触るという今時の女の子だけど、私に代わって食器を洗ったり洗濯をしてくれることも多くて助かっていました。しかし言葉を交わすことはなく、笑顔も見たことがないためちょっと心配もしていました。そんな生活が2ヶ月ほど続いた時、貴重なバイトの休憩時間に妹から LINE が届きました。パニコの給食費は？給食費なんて知らないよ。はあ？あんたしか働いてないんだから、あんたが払うのは当然でしょ。そんなこと言われても。パニコが切れて引き落とし先あんたの通帳にしてってさ。はあ？通帳と印鑑どこ？毎月その通帳に3万入れてよ。無理だよ。メイが学校行けなくなってもいいの？なら2人も働いてよ。私はもう限界なの。何が限界よ。陣痛の苦しさも知らないくせに。モモは少子化の日本に貢献してるのに、あんたは一人も産んでないよね。でも働いて税金を納めてるし、家事もしないモモよりも私の方が母親っぽいよ。ひどい。昇進で働くことができないのに。私だけでみんなを養うのは限界なの。けど私の反論なんて意味をなさず、在宅ワークの振り込み専門にしていた通帳が勝手にメイの学費に使われることになり、メイが通帳を管理することに。メイまで一緒に通帳を探していたことにショックを受けましたが、子供にお金のことで不憫な思いをさせないように在宅の仕事も必死に取り組み、残高不足にならないように頑張りました。それなのに妹と母は仕事をする兆しは全くないどころか、
これまで以上に当たりが強くなっていきました。ある日、疲れた体を引きずるように帰宅すると、二人がいつも以上に大盛り上がりしていたのです。何なのこれ。お肉が 10% 引きだったからワインも買っちゃった。いくら使ったの。2万円。ワインがね、1000円だと思ったらゼロが一つ多かったの。だからお金、ね、お金なんてないって。お願いだから贅沢しないで働いてよ。贅沢？私はコーヒーも買えないのに高級ワインやお肉なんて贅沢だよ。妹をいたわる気持ちはないの？なら私は1日3時間の睡眠なんだよ。そんな私をいたわる気持ちないの？子供産まないなら働くのは当たり前。シングルマザーは偉いの。悔しかったら子供産んでみなよ。そうよそうよ。陣痛を体験してから口答えするのね。そうだそうだ。私はもう我慢の限界で家を飛び出していました。玄関のドアを閉めるとき、二人がどこにも行く当てがないくせにと笑っているのが聞こえ、涙が止まりませんでした。とりあえず近くの公園で過ごすことを覚悟してベンチに寝そべろうとしたとき、誰かが私の名前を呼んだのです。その声の主はパジャマ姿のメイでした。どうしたの。今出て行かれたら困るから追いかけてきたの。あ、お金払ってくれる人がいなくなるもんね。それはどうかな。これまで通りお金は通帳に入れるから安心して。甘いね。え？あなたが出て行って困るのはあの二人。ひしひ。まあ私金づるだからね。自分で言わないよ普通。家事も仕事もできない二人よりも圧倒的にあなたの方が偉いのに、どうして二人に好き勝手させてるのか不思議でたまんないんだよね。私ならあんなのととっとと縁切って新しい人生を歩むけどね。バニコちゃん、ずいぶんはっきり言うわね。だって大人なんだよ。35歳でしょ。自由なんだよ。だったらとっとと出て行こうよ。あ、でも私も一緒ね。あの二人と暮らすなんてごめんだけど、私はまだ子供だからちょっと手を貸してよ。無理だよそんなこと。無計画で逃げ出したら無理だけどね。私はいろいろと策を練ってきたのよ。メイは私の通帳を渡してきました。ゼロに近かった残高はなぜか850万円になっていたのです。実は1年以上前から YouTuber やってたのがようやく収入になってさ。ひしし。パニコちゃんが稼いだの？ひしし。でもこれでどうやって2人から逃げるわけ？私はそのまま家には帰らず、バイト先に事情を話してメイを連れて事務所に泊めてもらうことにしました。次の日にはメイだけ2人の元に戻り、私は近くでアパートを紹介してもらい、一人暮らしをスタートさせました。母と妹から LINE や電話攻撃をされましたが、無視。1ヶ月後、時期が来たため、あの通帳を持って二人に会いに行きました。姪を連れて出て行くから、通帳と引き換えに縁を切ることを交渉をすると、あっさり OK されました。私は残していた荷物と姪を連れて家を出ました。しかし翌日、妹から LINE が来ました。ねえ、おかしいよ。残高123円って出てくるんだけど。なら123円しかないんでしょうね。いやいや、850万円あったじゃない。1ヶ月前はね。でも昨日は850万円って。あれ、引き出した金額は記入してないだけよ。意味わかんない。騙したわけ？通帳と引き換えって言ったよね。850万円あるなんて言った？そんなんで、はいそうですかって納得すると思う？するしかないね。もういいからパニコ返してよ。通帳と引き換えだったでしょ？それは850万円もらえると思ったからよ。あんな通帳じゃ生活できないでしょ。パニコを返して。私にそんなこと言われても。あんたに言わなきゃ誰に言うのよ。元ご主人にとか？はぁ？
え？元旦那のこと忘れた？10年以上も食べさせてもらって、家事も育児も任せて、リストラされた直後に入院したからって離婚届に無理やり記入させた元旦那だよ。働かないやつと一緒にいる意味ないでしょ。そう？でもパニコはその父親と楽しくやってるみたい。はあ？何勝手なことしてんのよ。私がお腹を痛めた子供なのよ。お腹を痛めたからって母親面されてもね。はあ？私はあの子の母親なの。でもあの子は親とは認めてないみたい。そんなわけないでしょ。母親との絆は誰にも邪魔できないの。でもあの子が桃と離れたいって相談してきたんだけど、養育費や児童手当が目当てで返してって言ってるの見え見え。娘を奪うなんて犯罪よ。犯罪者はどっちかな。家事もせず児童手当はお酒代よって夜中に娘を追い出すような人、母親の資格あるのかな。へえ、追い出したことなんてない。この1ヶ月何度も私の元に逃げてきてたのに。え？職場に無理言って抜け出して迎えに行ったり、職場で寝かせて朝から学校に送ったり大変だったわ。はあ？意味がわかんないんだけど。夜中に追い出したことなんてない。何言ってるのよ。そんな言い訳通ると思う？どういうこと？私の職場の上司も先生もパニコ自身もみんなモモが母親失格だって証言するから。でも真剣は私よ。今はね。さてさて、誰にも邪魔できない母との絆とやらを見せてもらいましょうか。どういうこと？意味わかんない。どうなってるの？結局争うまでもなく親権は父親に、児童手当も入らなくなり、二人はようやく働きに出たようですが、一度味わった怠慢な生活から抜け出せずにすぐに音を上げて辞めるという生活を繰り返しているようです。パニコの父親は妹と離婚した後に再就職に成功し、今では何不自由なくパニコと幸せな生活をしています。パニコが貯めた850万円はまた父親と暮らせるようになったお礼として受け取ってほしいと二人に言われ、ありがたく受け取ることにしました。その後、私は警備の仕事先で出会った証券会社の男性と結婚することになりました。今はもうすぐ生まれる子供のために在宅ワークに戻り、幸せな家庭を築いています。メイから受け取ったお金はメイが成人式を迎えた時に渡して驚かそうと計画していて、一切手をつけていません。きっと喜ぶだろうな。楽しみ。あれ、メイの笑い方が映っちゃったみたい。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニックさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。